水ごときじゃ小さすぎるかな。ここなんかギルギルっぽいのがいるな。熟成箱を持ってくるべきだったな。なんかね、若干寝掛かりしてる感じかな。いる場所はなんとなく分かったわ。いる場所っていうか、パターンだよね。あの木のとこから落ちてくる虫とか多分食べてるんでしょ。ああいうところに行くと当たるんだよな。何かまた落ちてきたっていう感じで。ほら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 。あの辺についてるね。落ちていただけか。脱すると相当深いね。なんだ、当たりじゃなかったのか。どうしよう。反射して。超ダセ。弾道が言えるんやな。餌まだギリついてる。もうビビってんじゃん。なんで あっこにかかるんだろうな。ちょっと待って、練習しよう。そう。狙いとしてはあんな感じで、あの感じでもうちょっと奥に入れたいなっていう感じなのよね。そう。狙いはいい。狙いはいいが、あれをすると絡まるのか。
まあ、なかなかルアーじゃないから一丁水。そう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 です。まさしく狙い通りのキャストができた。そうか、あれに絡まるのか。でもただ純粋に オーバーヘッドキャストでいいんじゃない。ダメだ、バックハンドも使えない。サイドキャスト、サイドキャストでか。沈むな。ここは相当深いよね。結局皆さんがどこでどう上がってるのかっていうのは分からなかった。ここ道っぽくなってる。おやおや、非常に危険な感じがする。ここは鴨川の飛び石みたいなのを利用して。